のアディジーキングさんの、ライブで使ったお魚いただいてきたものを3枚にさばいてみようと思います。鱗が美味しいってことなので鱗も取っておいて後で食べてみたいです。鱗取りがないの で取れるかな。飛びますね。あ、なかなか取れない。無理かな。あ、手ではなかなか。前鱗取りあったんだけれども見つからなくて包丁で飛ぶから厳しいな。あ、手で取れる。いや、すごい時間かかりそう。飛びます。鱗が飛んでく。でも結構取れてきたよ。ちょっと使いたいから飛んでっちゃうと困る。青山鮮魚 TV さんが見てたら何やってんだって感じですね。すいません。でも美味しくお料理したいと思います。ここら辺もなんか取れない。
れは大変。取れてるかな。でも取れてきたけど、まだあるね。飛ぶけど、飛ぶからなんか髪の毛とかに入ってそう。髪の毛に入る、分からないな。ロッコが無駄にならないように、これはなんかフライにすると美味しいって聞いたので、アディさんから聞いたんで、フライにしようかな。フライっていうか油でジャッて揚げるみたい。それもやりたいので無駄にせずいきたいです。あ、随分取れてきた。ここら辺がまだ、腰が痛くなってきた。まだ鱗ついてるかな。もうちょい。いいかも。いいかな。いいかも。青山鮮魚さんがもう内臓とかは取ってくれてるので、それはめちゃくちゃ楽です。ありがとうございます。ここら辺はまだついてるけど、どうしたらいいんだろう。よし、じゃあこっち側向いてます。
初がなかなか。鱗が飛ぶ。目に入る。目から鱗。目に鱗。目から鱗じゃなくて目に鱗。よりはちょっと慣れてる感じはします。なんかキッチンに大量に鱗が飛んでる。鱗取りってすごいな。やっぱ必需品ですね。今度買っとかないと。尻尾がこんなカラフルなんだ。カラフルなお魚を見るとダイビングがしたくなる。昔ちょっとやってたことがあるんで。スキューバーしてて可愛くって好きな魚はモンガラカワハギが好きです。なんか水玉模様の可愛い子。はあ、ちょっと腰痛いわ。はあ、鱗が柔らかいって言ってたけど本当柔らかい。ここら辺はちょっと、ここら辺は取れないな。
鱗取り欲しい。鱗取り買ってくればよかった。でもほら、多分すごい昔は鱗取りとかなかったからできるはず。こっち側にもついちゃった。いい感じ。の方がまだちょっとついてるか。あ、結構ついてる、ついてこの辺は本当取るはずなんだよね。できたかな。ここはなんか硬いのはいいのか。これは鱗じゃない？ここは鱗じゃないっぽい。ないっぽい。で、こっちも。ほぼ大丈夫な気がする。よし、そしたら鱗はまた後で使うから置いておいて、なんか猫たちが集まってきたぞ。すごい汗かいちゃった。鱗はこれだけ回収できました。
これもお料理したいです。なんとなく多分こんな感じって感じで三枚おろしにチャレンジします。猫が来た。魚だよ。まず玉を硬い落とす。待って、切っちゃっていいんだっけね。こっちも。よいしょ。で、なんかここら辺の。お肉が美味しそうだよ。もう釜も使えるかな。使えるよね。硬い。ちょっとハサミ。そしたら、これを3枚にするには、まずこっちかな、この包丁はね、切れないから、皿の後ろで研ぐと切れるようになるのでやってみます。切れるようになったかな。方が違うから切れるのか、包丁が切れるようになったからかわからないが、切れます。多分骨にいっぱい身がつかないように骨に沿って切った方がいいから、昔釣りに行ったことがあって、サバとかアジが大量に釣れたりして、その時は結構三枚おろしが何度もやったからできたんだけど、忘れますねやっぱり。でも多分こんな感じかな。で、このここはどうしたらいいのかな。あ、こ
すればいいのかな。なんかできてきた感じ。骨に身がつかないようにしてちょっと削いでいく感じ。あ、できた。まず1枚。ここの骨はどうするのかな。抜くのかな。食べるときに取るのかな。食べるときでいいのかな。できた。1枚目ができました。次これを同じように、またにゃんこが来たぞ。おいしい匂いがしますか。おいしい匂いする。なる。にゃんこ。映ってる？はい。いい匂いですか？よいしょ。これは。こっちからも切ってみよう。違うかな、やり方が。なんか魚をパパっておろせる人ってかっこいいですよね。難しい。こっち側の方が難しい。お、いい感じいい感じ。違うよね、多分これ、おろし方なんか違うような気がしてきた。でも、もうちょい、これは私のせい、それとも包丁が切れないからかな。甘
マダイ三枚におろしました。30分かかった。では美味しくお料理したいと思います。アマダイ1品目はシンプルに塩焼きにしてみました。香ばしくてとってもいい香りがします。はい、アリーファミリーの皆さん、おはようございます。バッチリです。見てください。はい、これが皆さんにお届けする商材です。どうですか、本アラ。今日少なかったそうですよ。萩の市場でももう数本しかなかったらしいです。釣り立ちですね。萩の特大アマダイ、あとアワビ。萩のウニがねちょっと少なかったですけどね、まあ少し入れときますんで使ってください。あとは天然の車エビと地物の特大レンチョ、あと地物のマナガツオ。簡単に下処理だけはしてますんで。あとは刺身用の生ホタテ。どうでしょう、これでイベントを盛り上げてください。よろしくお願いします。アリーさん送りますからね、頑張ってくださいね。明日ファミリーのみんなも頑張ってください。
ございます。ここです。あ、すみません。ありがとうございます。はい、はい、同じとこですけど、はい、はい、じゃあお願いします。はい、